いやじゃあ。霊夢、急にどうした？どうする家康、の末順のモノマネか？もうこれ以上、この重労働社会に縛られるのは、いやじゃあ。まあ、気持ちはわからんでもないが。でも、家康ってすごいわよねー。この何十年か後に天下取っちゃうんでしょ。そうだな。桶狭間で今川がボロ負けした当時、その人質だった家康が、260年以上続く、江戸幕府を開く偉人になるとは、思いもしなかっただろうな。というわけで、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢よ。日本史には詳しくはないけど、そんな偉人の歴史って、語り継がれているから興味があるわ。でも、桶狭間で負けちゃった後の今川って、ドラマとかにもあんまり出てこないイメージなんだけど、どうなっちゃったの？わかったぜ。それなら今回は、今川氏が桶狭間で負けた経緯と、その後の今川氏が、どんな末路を辿ったかを解説するとしよう。ぜひ詳しく知りたいわ。題して、どうなる今川？ってことで、ゆっくりしていってねー。では、まずはじめに、その桶狭間の戦いについての、ざっくりとした説明だ。ちなみに、今更桶狭間の説明とかいらないって方は、チャプターを飛ばしてくれて構わないぜ。桶狭間の戦いは永禄3年、1560年、の5月に、当時天下で上洛に一番近い男、と言われていた今川義元と、うつけと呼ばれ悪評高い存在だった、織田信長との間で起こった戦争だ。今川義元って、当時の今川家の当主よね？今川ってそんなに勢力があったの？ああ、今川義元は、駿河と、遠江、三河に領国を形成していて、さらに甲斐の国の武田信玄、相模の北条氏康と同盟を締結していたんだ。そんな今川氏は、当時誰が見ても堅固な存在だったことは間違いないぜ。そんなに勢力があったのね。ちなみに織田信長は、その時どれほどの戦力だったの？織田家の当主、織田信長の方は、尾張を支配したばかりで、有力な豪族や家臣団との信頼も薄く、大軍を相手にできるほどの力を持ち合わせていなかったんだ。織田信長って、小学校の歴史でも習うほどの偉人だけど、その時はまだ、大したことなかったのね。まあ、うつけと呼ばれるほどだったからな。桶狭間の戦いの舞台となったのは、尾張と三河の境。今の愛知県名古屋市と、豊明市に接する桶狭間さんの周辺だ。当然、両方の兵士の数にも大きな差、があったんでしょ？そうだな、今川の兵士が2万5000人だったのに対して、織田軍の兵士はたったの5000人。この兵力には諸説あるが、今川軍の約5分の1しかいなかった。そこまでの差があったら、私なら絶対勝つ自信がないわ。ま、霊夢ならな。黙りなさいよ。で、ちなみにこの戦は、なんで起こったのかしら？今川義元には、三河や尾張方面への領土の拡張、という目的があったんだ。この時すでに三河への支配を完了していたから、今度は、織田が統一した尾張を支配しようと狙っていた。そういうことだったのね。でも織田軍も黙ってたわけじゃないんでしょ？もちろんだ。織田軍もまた三河を狙っており、両者は三河の支配をめぐって争っていたんだ。そんな中、勢いのあった今川軍から、何としても尾張を死守したかった信長は、尾張から東南の方角に丸根砦、鷲津砦などを築き応戦。しかし、今川軍の松平元康や、朝比奈康友が、二つの砦を速攻で攻略。今川軍は勢いを止めることなく、尾張への侵略を進めていく。織田軍は攻められっぱなしのような気がするんだけど、反撃とかしなかったの？織田信長は、今川軍本体に応戦するため、約2000人の兵士を率いて出陣したんだ。でも、兵士の人数的にも有利なのは今川軍よね。織田軍はこの戦いに、勝ち目はあったのかしら？本来なら、はっきり言ってなかったな。しかし、知っての通り、桶狭間の戦いに勝つのは織田軍なんだ。一体織田軍はどうやって今川軍に勝ったのか、すごく気になるわ。ここからは、この戦がどのように終わりを迎えるかを、解説していくぜ。信長の出陣を聞いた、織田方の薩摩薩部と、泉州四郎は、自分たちも参戦しようと、約300ほどの兵を率いて出陣した。で、どうなったの？もちろん。今川軍の前衛部隊にあっけなく、返り討ちにされたぜ。まあ、兵士300人程度の、戦力じゃな。自殺行為ね。しかし、このことが織田軍にとっての勝機を招くことになる。この知らせを聞いて、気分を良くした義元が、窪地で一休みすることにしたんだ。義元が油断したってことね。ひょっとして、その隙に織田軍が襲撃したの？それはそうなんだが、やはり戦力的にもそれだけでは、織田軍がやられていただろうな。今川軍本体が休憩している場所で、ちょうど雨が降り始め、豪雨になったんだ。その雨が織田軍が勝つきっかけになったのかしら？その通りだ、この雨を好機と捉えた織田軍は、今川軍の本体に攻め込んだんだ。その時信長は兵士に対して、宗主は相手にするな。頭の首を狙え。と言ったという。なるほど、信長は初めからリーダーを狙う戦術で、短期決戦を挑んだということね。その時の今川軍の本体が5000人、
対する織田軍の本体は2000人だったから、やはり勢力的には今川軍が有利だな。ただ雨の影響で今川軍の視界が遮られ、その隙に間髪入れずに織田軍の本体が吸収。今川軍は想定外の襲撃に驚き、ほとんどの兵士たちが逃げていったんだ。驚いて逃げてくなんて、臨戦態勢が整っていなかったのね。油断は禁物だな。織田軍吸収の影響で、今川軍本体は一気に縮小。吉本はなんとか逃げようとするが、やがて織田軍に取り囲まれ、毛利新助によって、斬首された。随分あっけない最後ね。そのまま今川軍は、戦に敗れたの？ああ、総大将の吉本が討ち取られたことにより、今川軍は一気に戦意喪失。桶狭間の戦いは織田軍の勝利で、幕を閉じたぜ。織田軍の思惑通り、かなり短時間で決着ついて、びっくりだわ。そうだな。ちなみに吉本の首から下の遺体は、生き残った今川の兵士たちが、駿府まで連れ帰ろうとしたらしいんだが、予想以上に腐敗が進んでいて、やむなく三河国、ホイ軍に、埋葬されたそうだ。討ち取られた首の方は、今川方が奮戦していた、鳴海城を明け渡すことを条件に返還され、駿河に帰ることができたんだ。もしかすると今川軍も、信長のように短期決戦を選んでたら、結果は変わっていたのかも。ところでマリサ、その後の今川氏はどうなったのかしら？今川氏当主の座はその後、息子の氏真が継ぐことになる。今川軍は、敗北後に三河にある岡崎城を退去し、そこへ、捨て城ならば、拾わん。と、松平元康がその城に入ったんだ。あれ？でも元康は今川方じゃなかったっけ？確かに、桶狭間の戦いでは、今川軍側だったが、この戦での吉本の討ち死にを機に、今川氏から独立し、さらに、織田信長と同盟を結んで、三河、遠江に半島を広げたとされているんだ。ほうほう、で、今川氏はそれ以降も健全に、存続し続けることができたのかしら？実はこの後、もともと吉本が支配していた、三河と遠江が混乱状態に陥ってしまう。また何か争い事のような、トラブルが勃発したの？そんな感じだな。867年、1564年、に西三河全域で三河一向一揆が起きていたんだが、これを今川ではなく、家康がなんとか、ではあるんだが鎮圧してしまう。一応、勝手に今川から離脱した造反者を征伐しようと、今川氏真が自ら出陣するんだが、三河ホイ軍で松平軍に大敗。さらに、867年、1564年、6月には、東三河の拠点だった吉田城が開城し、三河に対する今川氏の影響力は、より一層弱まることになる。氏真あっさり負けちゃったのね。でも、三河で一向一揆が起こって、家康も大変だった時期なのに、なんで負けちゃったの？さっき、遠江も混乱状態だとか言ってたけど。三河一向一揆とほぼ同時期に、遠江では遠州衝撃という、国衆の反乱が発生していたんだ。この反乱は865年から同9年まで起こっていたそうだぜ。865年ということは、三河での一向一揆よりも前に起こっていたのね。ああ、偶然か必然かは知らんけどな。これらの混乱の影響で、今川氏から同時に多くの国衆が、離反していったって話だ。ということは、その分今川氏の勢力は、どんどん弱くなっていったんじゃない？ああ、この遠州衝撃は今川氏にとって、かなり大きな負担がかかったとされているぜ。で、その遠州衝撃って、どれだけ今川氏に悪影響をもたらしたの？まず、遠州衝撃というのは、複数の国衆が今川氏に対して起こした、大規模な反乱のことなんだ。今回はその中で、いい氏の反乱と、いいお氏の反乱、について解説していこうと思う。まずはじめに、いい氏の反乱から解説するぜ。はっきりとした時期は不明だが、大体、865年頃だと推測されている。事件の内容としては、飯田を本拠とする国衆、飯氏の当主、飯直親が、氏真の命を受けた、朝比奈康友に襲撃され、28歳で殺害された事件だ。28歳って、まだ若いじゃない。なんで殺されちゃったの？それは直親が、今川氏と敵対しているはずの、松平元康と内通している、という疑いがかけられたことが、きっかけで起こったとされている。松平元康って、後の徳川家康のことよね。どうして内通が疑われたの？原因は、小野正直の子、道義の残言によるもので、主君の今川氏真から、疑いをかけられてしまったんだ。戦術の通り、この時期は遠江もかなり混乱状態で、情報がかなり錯綜していたのも、間が悪かった。ちなみに残言って？事実をねじ曲げ、上司に報告することだな。つまり、嘘をチクったってことね。ちなみに遠江が、家康の支配下になった後、直親の無実は証明され、残言した小野道義は、晒し首の刑に処されたぜ。前から思ってたけど、この時代の刑罰って、本当に厳しいわねー。ちなみにその時の井伊家の当主は、直親の義妹で、井伊名付けだったと言われてる、井伊直虎で、三河蓬莱寺にかくまわれ、難を逃れていた直親の嫡男の虎松は、後の徳川四天王、井伊直政となったぜ。それで、もう一つの飯推しの反乱って、どんなだったの？
飯尾氏は、もともと三河吉良氏の浜松総代官だったんだが、飯尾連辰の祖父の代に今川氏がとうとうに全域を支配。以後、飯尾氏は今川氏の支配下に入った。だが、永禄3年に桶狭間の戦いで、今川義元が撃たれた後、今川氏を取り巻いていた力関係が崩れ出した。駿河国と遠江国の土豪たちは、これまで通り今川氏に奉公するか、甲斐の武田信玄につくか、尾張の織田氏、三河の松平氏に味方するかで、騒然となっていたんだ。そして、飯尾連辰は松平氏に内通し、永禄6年、1563年、12月頃に今川氏から離反した。今度は、本当に内通してたのね。まあ、連辰本人は認めてないがな。で、このことに激怒した今川氏真は、突如、飯尾連辰の領土内にあった、引間城に攻撃を仕掛けたんだ。だが、今川氏は引間城を攻略することができず、連辰と和解して、一度攻撃を中止したんだ。相変わらず氏真、戦に弱いわねー。それで、連辰はその後、家康との内通をやめたの？さあな。だが、氏真は連辰に対する疑念を拭い去ることができず、永禄8年、1565年の12月20日、罪を許すとして連辰を駿府に呼び寄せ、わずかな友を連れて駿府に入ったところを、駿府城内の一角で、暴殺したんだ。まあ、この経緯に関しては諸説あるがな。こういった出来事が、今川の衰退を招いたのね。ああ、その他にも天野氏の反乱や、奥山氏の反乱など様々な反乱が起きて、霊夢の言う通り、今川氏の影響力は、ますます衰退していくことになる。この長期にわたる反乱の続出は、長らく今川方だった、多くの国衆の離反を招き、永禄同9年、1566年、5月には、唯一三河国内で今川方に残っていた、牛久保城主、牧野成貞までも、松平氏に従属したことから、三河国から、今川氏の影響力は、完全に排除されたんだ。さらに唯一、氏真の同盟相手であった武田信玄も、これらの反乱によって、氏真に対する信用をなくし、見限ることにしたんだ。なんか、踏んだり蹴ったりやな。ちなみに、今川義元の娘をめとっていた、信玄の嫡男、武田義信は廃嫡され、幽閉。義元の娘も、強制的に離縁されたぜ。完全に手切れってわけね。それにしても、長年こんなにも責められ続けて、なんか、今川氏の運命に、虚しさを感じるわねー。ところで、これだけ追い詰められた今川氏って、もう大名としては、立ち行かなかったんじゃないの？そうだな。この後、今川氏は滅亡に追い込まれることになる。永禄11年、1568年、末、武田信玄は徳川氏と同盟し、今川氏の領国である、駿河への攻撃を開始したんだ。今川氏を完全に潰すつもりね。だな。で、対する今川の家臣たちなんだが、駿河の有力国人21人が、速攻で寝返ったんだぜ。泥船からさっさと逃げ出したってわけね。まあ、その気持ちもわかるけど、なんだか世知辛いわねー。この武田の侵略に加え、両国の遠江もまた、徳川氏によって、一瞬にして侵略されていくぜ。東西から攻め込まれちゃったってことね。ということは、これまで支配していた両国が、ほとんど失われていったってこと？ああ、漁場のあった駿府も占領され、完全に追い詰められた氏真は、最後の両国となった、遠江にある掛川城に避難するが、すぐに徳川軍に包囲され、半年後に降伏。掛川城を徳川軍の石川家成に明け渡し、掛川城主だった朝比奈康友などと共に、北条氏を頼って小田原に逃亡する羽目になったんだ。ちなみにこの時、武田氏と交戦中だった、北条氏と徳川氏と氏真は、武田を駿河から追い払った後は、氏真を再び駿河の国主とするという契約を交わしていたんだ。しかし、そんな約束が守られることは、未来永劫なかったぜ。そして、上洛間近と言われていた、戦国大名今川氏は、桶狭間の戦いからわずか8年で滅亡し、駿河は武田の領国となる。それで、大名としての今川氏が、滅亡してしまったとしたら、その後、氏真はどうなっちゃったの？氏真を庇護していた北条氏が、武田氏と和解したことで、氏真は徳川氏に身を寄せて、客商みたいな立場になるんだ。客商って？まあ、わかりやすく言うと、氏真は徳川氏の下で、居候として暮らしていたということだな。なんだか、桶狭間の戦い以前とは、立場が逆転しちゃったわよねー。だな。マリサ、徳川家康の庇護を受けることになった氏真だけど、両者の関係性って、どんな感じだったの？まず、徳川家康は氏真に、今の滋賀県安市にある、近江国安郡に、約500石の治療地を与えたんだ。ちなみに、治療地って？まあ、主君が配下の武士に与えた所領ってことだな。それで氏真の孫、直房の代になると、江戸幕府に出資するようになり、儀式や典礼を司る後継職に就いたんだ。さらに、正保2年、1645年、に京都への使者を務め、朝廷との交渉の末、家康に東照宮合戦を得る、という、功を挙げることができた。
それにより、家光から500国の治療を加増されて、治療値は合わせて1000国となった。なんだかよくわからないけど、1000国ってそんなにすごいものなの？どうだろうな。まあ、今川氏の全盛期が100万石、と言われているから、その頃と比べると、随分見劣りするがな。100万って数字だけ聞くと、凄そうなんだけど、国っていうのがよくわからないのよね。一国ってのは、大人一人が1年間に食べる米、が収穫できる土地の広さを表す単位だ。一国がだいたい 3.3 平方メートルと考えてくれ。ちなみに、100万石を東京ドームに例えると、東京ドーム、約70個分の田んぼってことだな。なんだかよくわからないけど、すごいってことだけはわかったわ。で、今川氏の話に戻るが、その、直房の官位は、今川家代々でも最も高い、左近衛少将まで上り詰めたんだ。子孫からは、中高の祖と崇められたらしい。それで、今川家はいつまで続いたの？今川の名は、元号が明治になった後も存続され、士族という階級に編入された。まあ、当時の階級制度はややこしいから詳しい説明は省くが、士族は、平民より上、家族より下、ということだけ把握しておいてくれ。明治17年、1884年、に施行された家族令で、家族が五爵制になった際に定められた案では、元皇家が男爵に含まれており、今川家も男爵家の候補だったんだ。しかし、結果として皇家は対象外となったらしく、結局今川家は士族のままだったようだな。最終的には、明治20年に今川範信の死をもって、今川氏の嫡流は絶え、今川家の家系は、途絶えることになったんだ。桶狭間以降は、追い詰められっぱなしだったけど、それでも、今川の名が、明治まで続いていたのはすごいことよねー。ちなみに余談なんだが、その後、元亀山藩士で京都府士族の、関口直太郎なる人物が、今川義元の末裔を名乗って、女爵運動を行っているんだ。なんか、うさんくさいわねー。たまにいるわよねー、有名人の子孫やら、親戚やら名乗るやつ。だな。で、関口は明治41年と、大正2年に、宮内大臣に宛てて、二度にわたって、女爵請願書を提出しているんだが、まあ、当然いずれも、不許可に終わっているぜ。ってことで、この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録、あとコメントなんかもよろしく頼むぜ。ではまた次回も、ゆっくりしていってねー。